スケッチャーズのレーシングシューズの特集を、ね、スーパーシューズにしようかどうか迷っているレンジの人はたりする。これはもう言い切っちゃっていいと思うんですけど、耐久性鬼ありですよ。めちゃめちゃありそうですね。皆さんこんにちは、アントリップ代表の大森です、はい、今回もシューズアドバイザー藤原さんと一緒にお送りしていきます、はいはい、よろしくお願いします。今回はですね、はい、藤原さんの持ち込み企画ということで、はい、スケッチャーズの、レーシングシューズのまとめていく特集をさせていただきたいなというふうに思います、はい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 、なかなかねスケッチャーズのレーシングシューズ馴染みがない方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、はい、そもそもまずちょっとスケッチャーズってどんなブランドかっていうところ、ね、先にちょっと藤原さんの方から一言言いますか、うん、スケッチャーズってもうアメリカで言うとめちゃくちゃ売り上げがあって、はい、うんね、まあもうあの3番目ナイキアリアススケッチャーズぐらいじゃないですかね、その靴も、あの履物としては、はい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 、ただパフォーマンス、これスケッチャーズパフォーマンスって分けて考えてるんですけど、うん、まあ、それはまだまだなんですが、はい、1992年とか、まあ、割と新しいブランドなんですよね、うん、なるほどなるほど、うん、であのどちらかというとあのベアフットの時に、はいはい、あの割とそういうこう柔らかいシューズから、うん、あの始めていったんですけど、うん、メブケ・ペレンギってあのロンドンオリンピックだったかな、はい、4位、はいはい、そのメブケ・ペレンギがあのスケッチャーズの選手で一躍アメリカでわって広がっていったんですよね。なるほど、はい、そんなブランドであるという中で、はい、今回ご用意しているのは2つのシューズです。あ、そうですね、はいはい、それぞれちょっと簡単にご紹介しますと、はい、こちらがゴーランスピードビースト、ビースト、はい、そして、こちらが、はい、ゴーランレイザー4、はい、はい、ね、でございます、はい、ということでこの2足を、うん、まあ、今回ねちょっとこうご紹介いただけるということで、うん、はい、来ております。これの次のやつですね、うんうん、ちょっとこう他の動画につなげたいと思いますけどで、このシューズの、はい、まあ、特徴はですね、まず最初にこれ言っちゃうとグッドイヤーラバーを使ってます。グッドイヤー、車のあなたのタイヤと車あのお持ちの車のタイヤと一緒ですね。すごいな、はい、全面に入ってていて耐久性いかにも。そうなんですよ、これあの僕雨の日にこれ2つあの、はい、まあ、気になる方はインスタとか見ていただくとこれ履き替えて走ったんですけど、はい、グリップはもう本当普通の車のタイヤですね。本当ですね、グリップ、うん、これすごい強烈そうですね。そう、若干コーナーをこうなんつうんですか、こうちょっと攻めてもう大丈夫です、うんうんうん、グリッっていう感じで、ね、はい、あのグリップと耐久性がすごくありますよね、これはね、間違いなく、うん、はい、そしてあのスケッチャーズはですね、割とあの低ドロップで船底型なんです。こちら両方とも4ミリドロップになってまして、はい、あのハイパーアークっていうですね、こう、うん、ま、昔はあの、違う名前だったんですけど、これですね、ハイパーアーク、この、はい、こうやって揺れるようにしてありまして、はい、まあこういう風に見ると分かると思うんですけど、すごい船底状に作って4ミリドロップなんですよね。こっちも同様ですかね、同じです、はい、ね、ハイパーアークになってます、はい、で、あのハイパーアークこうプラスでここに、うん、中見ると分かるんですけど、 H プレートって言ってるんですね、彼ら呼んでるんですけど、こう T の字のプレートがこう左右でこう分けて H を作るようになっている。この前足部にそのプレートが H 状に入ってるってことですね。デイリートレーナーにも入れるんですけども、あ、はい、まあ、それとあのこのあの一緒にこう働くのが船底状、なるほど、あのプレートでバーンとこうね、なんですかスプリングのようにとかいうことじゃなくて、船底状にしていく感じですね。ガイドをこう強める、はい、ガイドを強める感じなんですね。なるほどなるほど。あとはやっぱりですね、環境にも配慮しまして、これ結構デザインが派手なんですけど、うん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 、これあの大技術ですね、あの要は染める技術を、うん、あのまあ、糸からあの染めていっていくとですね、水の量が減ったりするみたいですね、うん、そういったあの配慮がされていて、あの水の量がすごい少ない、環境に配慮した形になってるみたいです。水の量、そうそう、あの要はあの完成品を洗うとすごい水を使うらしいんですよ、はい、ああ、そうなんだ。糸だと少なく済むとか、そうソリューションダイっていうんですけ ど、 なるほど、そういうあのものを使ってたりとか、まあ、あのもちろん環境にもしれーっと配慮してるって感じ、うん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 、で一番大きな特徴はですね、はい、このレイザー4がハイパーバーストプロを使ってます。ハイパーバーストプロ、これ素材の名前、はい、そうなんですよ、ですね、通常はハイパーバーストを使っていまして、これはですね、うん、スーパークリティカルって言ってですね、最近のあらゆるシューズの、うん、まあ、技術を支えているものです、うんうん、このぐらいの石鹸ぐらいのカチコチのやつがポワーンと大きくなる技術なんですよ。膨らんで、はい、こういう素材になってる、ね、うん、そうなんです、臨界状態でガスを噴射するんですけど、うん、これもといハイパーバーストプロはですね、はい、TPU ベースなんですよ、プラスチック、まあプラスチックですよ、うん、だからあの素材のバウンドがもう全然違うんですけど、強いんです、はい、うん、重くなっちゃうんですよね、あのどうしてもこうプラ樹脂だと重くなっちゃうんですけど、あの連結を固めるんです、重くなっちゃったんですけど、バウンドが良くても、はい、他社さんでもいろんなところ使ってるんですけど、はい、
TPU も最近こんなに軽量になるようになりまして、うん、なるほど。 TPU のまあスーパークリティカルだと思うんですけど、はいはい、素材のこう、はい、わっとこう広げる感じになってですね、はいはい、だからまあデイリートレーナー、この同社のデイリートレーナーよりも、うん、あのバウンド、ね、うん、レジリアントとこうパーンと跳ねていく感じの反応が良くなっているソールが2つともついてます。まあどちらも今共通する特徴をお話しいただいてるって感じですよね、はい。まあ、ここに書いてあるんでまあ分かると思うんですけど、カテゴリーとしてはスピード、うん、テンポアップシューズになりますね、うん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 、なるほど、はい、でここあのこちらがですね 40mm のスタックハイトで、こちらが 38mm なんですけど、まあ、かなり厚く感じますけどね、厚く見えますね、はい、まあ、履いてもあのスピードビーストが厚く感じるんですよね。でこちらはあの、ウィングレットプレートが入ってまして、同じように H の形してるんで H プレートなんですけど、うん、H プレートの形あの種類がちょっと違って、カーボンインフェースドのウィングレットプレート、ちょっとこうグイッとこう張り出してるプレートにこちらになってます。こちらの方がなんかそうですね、だからそういう意味では安定性が強いって感じなんですか。あ、そうなんですよ。あのこれはですね、うん、まあ、簡単に言うとテンポアップシューズ、こちらがまあスーパーシューズ寄りのシューズなんですけど、はい、まあこのカテゴリーの中では安定感が半端なくありますよね。で、まあ、まとめると、うん、まあ、この2つを使い分けられる人はなかなかいないと。お値段こちら 36,850 円ですから、はい、まあ、ちょっとなかなかこの2つを使い分ける人いないと思うんですけど、こちらが2万円ですかね。この2つ持ったらね、はい、もうなかなかなんで、はい、まあ、どっちからかってことになると思うんですけど、はい、こちらはですね、まあ、本当にあのデイリーのワークアウトで使いたいテンポアップシューズの仕様になってます、うん、なるほど。軽くて、うん、もう接地感、プレート H プレート入ってますけど、やっぱり接地感を感じますよね。接地感強め、はい、接地感がしっかりあって、うんうん、あのこうしっかりあのランナーの欲求に応えるような感じになってますんで、うん、まあ、速く走れるんじゃなくて、うん、こう自分の力をキープする感じ、鍛える感じになります。結構あれですね、レーザー4の方は 181g ということで、軽いっす。結構軽いですね。軽いですね、はい、うん、足入れはねそんなに広くないんですけど、はい、割とシュッとしてるんですが、うんうん、まあ、あのアッパーが素材が少し馴染んでくるので、最初僕も足であれかなと思いましたけど、うん、でどちらも言えるんですけど、このアーチフィットっていうスタイルになってて、はい、インソールが、もうインソールがこだわってですね、うん、20年の蓄積、12万人のデータを元に作ってるっていうことなんですよね。測病医がみたいな感じのね、これ履くと土踏まずが結構あの意識すごい、うん、されると思います。だから少しその辺気になる方は、うん、あのスケッチャーといいんじゃないかなと思うんですけ ど、でこちらのね、はい、スピードビーストが気になってる方結構いらっしゃる、うん、デザインもすごいこうあれじゃないですか、派手でかっこいいですよね、うん、でこれあの、はい、250g かと思うぐらいそんなに軽く感じないんですよ、走ってて。なるほどなるほど。ただこちらからこちらに履き替えた瞬間に、はい、まあ、やっぱり全然違いますね。あのあの自分 の、 あのなんですかこう余裕度が全く変わってきて、はい、なるほど。こちら確かに楽ですよね、うん、だからといってじゃああのあまり比較はするわけじゃないですけど、はい、いわゆるスーパーシューズかというと、うん、まあ、うん、あらゆるところに耐久性だったりとか、ね、うん、プレートもカーボンインフューズなんで、まあ、少ししなってしまいますし、はい、まあ、あのそういう意味では一番のシューズはないんですけど、うん、逆を言うと、うん、スーパーシューズがちょっと苦手な方、うんうんうん、もしくはタイム的に言うと3時間ぐらいから3時間半ぐらいの、うん、まあ、スーパーシューズにしようかどうか迷うレンジの人はぴったりすない。うん、で あ, のあとはその本当スーパーシューズ履いてる人もあの距離走とか足を温存して、ね、ワークアウトで足を温存、僕ねはっきり言ってそう思いました。僕マラソンペースで走ったんですけど、はい、こちらで走るとやっぱり 自力感を高めてる感じがして、うんうん、まあ、履きやすいんですけど、うんうん、まあ、あの自力感落ちてるとなんか進まない、これに慣れてると、うん、こちらはやっぱり足ね温存しつつ前に進む感じがあるので、うん、あの他社さんのマックススタッフハイトの、はい、あの、はい、レンジのものと近いですね。スーパーブラストとか、はい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 、あの、ね、まあ、もしかしたらあの、まあ、ちょっと仕掛けは違うんですけどテンポネクストパーセントがないっていうね、うん、あのそういった種類のもの、あ、まあ、あとあのニューバランスの FC あのスーパーコンプのトレーナーとか、ああいうモデルに近いのかな。なるほどなるほど、うん、これはあのそういうところで言うとあのちょっと目立ってやろうぜ、目立ってサブ3 したいなみたいな人にはぴったりじゃないですか、うんうん、いや本当ですね、うん、なんかもう見るからに目立ちますもんね、はい、すごい派手だし耐久性がある、あと TPU って素材は基本的にあのバウンドの耐久性が素晴らしいんですよ、まあ、あのへたってかないって感じですね、はい、こうあの気泡がないので、あのセルをくっつけてるだけなんですよ、分子をくっつけてるだけなので潰れないんですよ。なるほど。だから耐久性
あのこれはもう言い切っちゃっていいと思うんですけど、耐久性はお似合いですよ。めちゃめちゃありそうですね、はい、そっか。って考えると36,800円っていうのは、うん、実はそのね、一瞬の単体で言うと高く感じるけど、はい、なんかこうロングスパンで見た時には、ね、もしかしたら、はい、僕の責任で言いますけど、もう2足分ですマジでマジで、うん、まあ、耐久性は2足分です。なるほどなるほど。素材的にへたりがもう全く考えにくいので、あ、もちろん擦れてしまえば終わりですよ。まあそうですね、はい、あの角度がついちゃえば揺れ始めますので、すごいかかと設置、はい、かかと強烈なとこ、ね、ですね、削れてっちゃうけど、うん、非常に耐久性ありますから、まあそのそうですね、イメージとしては結構走れる方のワークアウト、うん、特に距離走で、あとそのレースデーシューズで、うんうんうん、いや耐久性がないレースデーシューズ嫌だなっていう人は最高です。2足分です。2足分使い倒したい人っていうのはだと思いますね。すごくいいと思います、はい、なるほど、うん、すごくイメージが湧きました、はい、はい、ありがとうございます、はい、今回はね、スケッチャーズのレーシングシューズ特集ということで、はい、2足あのゴーランの中でスピードビーストとレーザー4、はい、ご紹介いただきました、はい、藤原さんありがとうございます、はいはい、ありがとうございました、シューズの詳細は概要欄にも貼ってますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてくださいということで、この動画面白いと思っていただけた方はぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。コメントもお待ちしております。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。